日本が敗戦した日っていうのが昭和20年の8月の15日なんですけども、その日に川上青山という人が神様から焼けて落ちていく地球を元の位置に返せという啓示を受けたところから始光学園が始まっているということなんなるほど。です。他の宗教ではなかなかないと思うんですけども、お祈りするときに祭司の人とか、お坊さんとか、牧師さんに祈りを任せてしまうということが一切なくてですね、その一つの祈りの中で参列してる人たちが全員それぞれの自分の言葉で声に出して感謝とか、誓いとか懺悔の祈りをするという、共々の祈りという時間があるんですけど、だから誰かに任せるんではなくて、主体的な、思いを、実践していくというふうな指導、教育、教えになっていってるような流れだったと。その練習会の中で、こういうとこ直さなきゃいけないですよ、これまでの何十年何年の人生の中でこういう間違いがあったから今あなたはこういう病気になったんだっていう個別の指導があるんですけども、そうしていくうちにだんだん皆さん、最初は信じられないのが、その3泊4日の中で信じて、だんだん心が変わってくると、何か思い込みとか思い違いというようなものが一切なくて、明らかに例えば上がらなかった腕が上がるとか、生まれつき耳が聞こえなかった女の子が、その3泊4日の中で耳が聞こえるようになったとか、あとはもうそっぽ向いて参加した離婚寸前の夫婦が 和解して出発していくとかっていうふうな、本当に皆さんが感激して素直に出発していくという、それが本当に大きなポイントだと。学生の夏休みに3泊4日でその練習会と同じような内容を、ただ子ども向けに言葉を変えたり、例え話を変えたり、あとは遊びも組み込んだり、ゲームとか一緒に、生活しながら、しつけていくということなんですけど、で中学1年生から、10年間はエルダーというその生徒を世話して、指導をしていく、親とも違って子どもたちにごく近くで、優しいお兄さんお姉さんのような存在なんですけども、ただもう一つはダメなことはダメってはっきり言う、ね、食べ物の好き嫌いはダメですよと、それからスリッパをちゃんと揃えて部屋に入りなさいとか、そういうようなことをしつけていく。普段はできていないことを4日間だけは演じなきゃいけないですよね、立派なエルダーを。で、それが嘘というんじゃなくて、自分に自信がつく、4日間はやりきることができたと、だからやろうと思えばできるんだという意識をエルダーは持つことができるんじゃないかなと思うんです。ライフスクールっていうのは3泊4日だけではとても足りない、本当に大変な病気とか、精神的な病気、それからあとは非行少年とかね、あと登校拒否っていうふうな、3泊4日ではとても生まれ変われないという人たちを残して、一緒にここで寝泊まり生活をしながら、第一は規則正しい生活、あとはちゃんと「おはようございます」と挨拶をするとか、「ありがとうございます」と言える人にするとか、人間らしいごく当たり前の生活にしていくことで、本当にみるみる変わっていく、そういうのを3泊4日ではとても足りない人たちのためにそのライフスクールがあるということなんです。特に中等科の場合は何も問題のない人はなかなか来ないんですけど、ここにはやっぱり登校拒否か非行か、いじめられたか、やっぱり心に傷のある子どもたちが来るんですけども、その原因になる両親ですね、そうなった原因は親にあるんだと、だからお父さんお母さんにも来ていただいて、話を聞いてると、お父さんが忙しいとかお母さんが忙しいって、子どもにしつけができていないということは、お父さんとお母さんもしつけられていないということなので、原因になった親が変わると自然と子どもが変わってくるんですよね。それは不思議な
ことなんですけど、それが中等科で、ここではあとは先生がいますので、ちゃんと出身の地元の自分が通っている中学の先生と志向学園の先生がこう連携して教材を送ってもらい、で決まっただけのことをしては送り返しというふうにしながら、最後卒業できるように持っていくということ、逆らわず、運命に逆らわず、流されずとか、したたかにしなやかにとか、いろんなこういじめを受けた子どもにかける言葉いろいろあると思うんですけど、でもそれはね、出会いがないとなかなかないと思うんで、まずは生まれてきたということはそれだけの価値のある素晴らしい自分なんだから、それを信じて、なんとか今だけは乗り切ると、最後まで諦めないと、必ず光があるということだけは信じて、今をとにかく乗り越えていくっていうことをすれば、後で振り返ったら、あれがあったおかげで自分は、強くなったのか、人に優しくできるようになったと思える、その時までとにかく今を乗り越えるっていう、とにかくくじけないっていうことだけは、なんとか今を乗り切ってもらいたいなと思います。